疲れてますよね、ここでしたね。その疲れた時に、何なんですか、僕のハイトーンを聞いて、目を覚ましていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。今日は佐藤元博さんの曲を3曲話しましたので、聴いてください。まずは1曲、シンクロという曲を聴いてください。